何があんの？カフェ。カフェ？カフェ行きたいんかい？じゃあどっか分かる？好きなところ。お、誕生日に入れる。床あったかい。床あったかい。ママ6、ここでいい。6、2、7。メニューいっぱいある。あ、そうだね、塩分とは、うん、で、これあとこれビフレッシュって言って、ビフレッシュって言って肌にいいんでしょ。うん、そう、肌にいいやつ。あの、キウイとパインが入ってる。ママはこれ、なんとかシーアイっていう、目の疲れにいいやつ。目に疲れを感じているあのタイヤって書いてある。うん、書いてあった。いただきます。うまっ。美味しい。超美味しい。石焼きカレーっぽい気がする。え、石焼きカレーなんてある？うん、あったじゃん。とろろチーズ。しーちゃんでもね、うどんなんだって。あの、汁なしうどん、カレーうどんがあるの。汁なしカレーうどんにしてでしょ。意味はおもチーズチャーハン。おもチーズチャーハンってどれ？美味しそう。これ？うん、美味しそう。これもおもチーズチャーハン、うん、みんな美味しそうだね。でもこれも美味しそうな気がしてきた。どれ？あ、ネギ塩豚バラ丼。美味しそう。みんな美味しそうだね。すごい種類あるね。どっちにするか、しほちゃん悩みと悩みと。ちょっと早くない？もっとゆっくりじゃない？でもここどうしようかな。これ迷うね。迷うね。いっぱいあるね、ここ。ちょ笑わせないで。寒いって言われてるよ。本当にどうしよう。こっちのね、手の出しのカレーうどんで、うん、さっき言ったね、これかね、うん、あ、これさっき見たね。どっちでもいいよ。チャーハンの上に、うん、お餅、卵と、あ、お餅チーズチャーハン。すごいね。すごいね。で、しーちゃんが結局何にしたかと言いますと、こちらね、こちらです。塩、豚、なんとか、なんとか丼です。なんとか、なんとか。ママはもうこれ。嘘でしょ。パパは何にしたの？タルタルソースみたいな。タルタルソースみたいなやつ。何それ。うん、しーちゃんの嘘。丸ごといちごアイス。あ、いちご。これ買います。美味しいかな。美味しそうだよね。ね。嬉しい。
帰りに食べます。あ、すごいのあるよ。花か、花だった。はい、じゃあ帰りましょう。はい、帰りましょう。よかったですね。気持ちよかったね、お風呂ね。